皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日はですね、トヨタラッシュについていた、純正ナビゲーション NHDTW57 をサクッと操作してみるということで、特にね、説明書とか読んで全部わかってるわけじゃないんですけど、サクサクっとね、初心者がいじってどれだけいじれるかっていうのをね、オーディオ面とナビゲーション面で、ちょっと見ていこうかなと思います。今順に FM、AM と来て、今度テレビなんですけど、テレビはね、砂嵐になってるんで、おそらくこれアナログテレビだと思います。チューナーなりなんなりつければ、デジタルでいけると思うんですけど、この状態ではとりあえず何も見れませんね、アナログテレビなのでね。はい、で僕はもうちょっとしたらちょっとナビゲーションも社外に変えてしまいますので、純正ではこんなものがついてますよという感じで、 NHDTW57 はこんな感じの機能が、大まかではあるんですけど、ついてますよっていうのをご紹介したいと思います。今チルトをねいじってるんですけど、チルトっていうかチルトでいいのこれ呼び方慣れないからなんて呼んでいいか分かんないんですけど、はい、ちょこんちょこんと押して、これは角度を変えて見やすい角度にするためのものでしょうね。がっつり開くためのものじゃなくて、見やすい角度で調節するためにちょこちょこっとこういう動くんでしょうね。ちょっと押したら動くという。はい。で、今回は、音源で一応 SD に入れてみたんですけど、結果的に、先にお知らせしますと、ファイルが悪かったのか SDHC なのか何なのか分かんないんですけど、対応してなかったようなので、致し方なく AUX からね、iPhone の方で、音源を、こちらのねナビゲーションにつないで、ステレオミニプラグでつないで、音を聞いてみましょうということですね。で、次回、今度新しくナビ交換した時にその音も一緒に比べてみようということでね。はい、今回の音源は YouTube オーディオライブラリー、著作権は全部クリアしてあります。YouTube の方で提供する BGM ですね、クリエイター向けに。はい、こちらを使ってみました。先ほど、お伝えした通りステレオミニプラグを使って、再生してみます。なかなかね、結構いいんじゃないのっていうような音は、AUX でつなぐ感じではしましたね。はい、もっとひどい音を予想してたので、もっとひどい音の車しか乗ったことなかったせいもあるんですけど、スピーカーもデフォルトですしね、純正ですしね。はい、でここまで結構いい音出るなと。はい、ちょっと聞いていただこうかな。
はい、ではこの辺から操作の方ちょっとずつねやっていこうと思います。今はコントラストいじってます。あと明るさも隣にありますね。反応が若干悪いのかな、経年でしょうか、元々の感度なんでしょうか。なんかねちょっと押してからちょっと遅れて反応するっていうのが若干あって、でもね触る位置によっては正確に反応してくれたりもあるので、どうなんでしょうかね、なんとも言えない個体差かもしれないし、もともとのそういうものかもしれませんし、もしくはね経年による劣化というかねなのかもしれません。ちょっとこれは他の個体を見てないので何とも言えませんね。あとは適当に、分からないながらもちょっとね試しに音楽が鳴りつつある中やっていこうと思います。この音量でご案内します。どうでしょう、音楽聞いた感じはね、個人的にはね一番最初この車をディーラーに取りに行った時には低音が結構出てるなって、音が結構クリアだなっていうのは思いました。はい、なのでそこら辺は僕やっぱ音はね結構うるさい方なので、おこれはなかなかまともだぞと思いました。ただ9年前の車で、この純正も9年前のものだとおそらく思いますので、こういうね画面の中の構成とかね文字体とかそういう配置とか見ててもやっぱり古さを感じるって方は結構いらっしゃるようなので、今回の、今度ね買うのはね、ケンウッドなんですけど、こちらの方はね音にもだいぶこだわりを見せているタイプなので、ちょっとどう変わるか、どう進化したのか、最近のナビはね楽しみなんですけど、僕は今までね使ってきたのはね、なんていうんですか、オーディオナビゲーション一体型っていうこういうタイプのものは使ったことなくて、ワンディーンとかね、ちっちゃいやつでオーディオだけ鳴らしてて、でナビゲーションはコンパクトナビ使ってたんですよ。ゴリラとかねああいうやつを使ってたので、こういったタイプのものがほとんど使ってなくて、なので結構ね物珍しさのあまり結構ピッピッピッピ押してますけど、トヨタ純正ハードディスクナビゲーションNHDTW57、 必要にして十分な機能を備えたスタンダードハードディスクモデルです。車両とのフィット感を与えるフラットスイッチからグリーンの照明が浮かび上がる斬新なデザイン、またヘアライン加工により高級感を感じさせる処理を行っています。世界初、差分地図による地図データ更新サービスマップオンデマンドに対応しました。マップオンデマンドは新しくなった地図データのみをナビに取り込み、地図データを最新に更新できるサービスです。従来に比べて地図データ提供までの期間を大幅に短縮し、さらに最新の地図データをご自宅で欲しい時に簡単に手に入れることができるようになりました。最新の地図を使って最適なルートをご案内するマップオンデマンドが快適なドライブをサポートします。最新の地図データは2種類の方法で手に入れることができます。1つ目は専用サイトから最新の地図データをダウンロードする方法です。ご自宅のパソコンなどから専用サイトへインターネット接続して最新の地図データを CDR にダウンロードします。その CDR をナビに読み込ませると最新の地図データに更新できます。2つ目は専用のコールセンターから最新の地図データが入った CD を取り寄せる方法です。届けられた CD をナビに読み込ませると最新の地図データに更新できます。マップオンデマンドサービスは最新地図データ提供までの期間を大幅に短縮しました。例えば高速道路は従来道路開通後およそ5ヶ月から1年間かかっていた提供期間をおよそ7日間へ大幅に短縮しました。マップオンデマンドサービスはナビゲーションの購入から3年間は無料でご利用できます。また販売店で最新版地図ソフトを購入するとさらに2年間のサービスがご利用いただけます。
過去の交通状況データと走行中にナビが学習した交通状況のデータを蓄積し、場所や日時、曜日などによる渋滞状況を考慮したルート探索が可能です。高精度な地図データベースと 3D ハイブリッドセンサーの搭載により、走行しているレーンや道路の高低差までも認識します。これにより一般道と高速道路が並行している場所での正確なルート案内や、立体駐車場や地下駐車場内での位置情報を表示することが可能になりました。地図表示もさらに分かりやすくなりました。交差点を 3D で表示することで、難しい交差点も安全に走行することができます。盗難防止のため ACC をオフにしたときに LED が点滅して、セキュリティ警戒中であることを知らせる機能があります。また万一ナビが盗難されても、パスワードロック機能によりナビが動作しませんので、盗難抑止効果も発揮します。おなじみの CD、DVD ディスクはもちろん、昨今急速に成長しつつある SD カードにも対応。また AUX 入力にも対応し、ポータブル機器からの音声をナビに入力して車内で楽しむことも可能です。最大2500曲もの音楽を 40GB ハードディスクへ4倍速で自動録音。録音時にはハードディスクに収録されているタイトルデータベースから楽曲へタイトルを付与。また聞きたい曲を検索する際に多彩な検索方法が選べます。DVD ビデオは直接画面にタッチするだけで、メニューやチャプターが選択できます。車速に連動しボリュームを調整する簡易 ASL 機能などがあります。別売り機器を接続すれば、さらに嬉しさが広がります。別売りの地上デジタルテレビチューナーと接続すれば、車でも安定した高画質高音質の地上デジタル放送を楽しむことができます。データ放送にも対応しているので、ニュースや天気予報といったさまざまな情報を必要な時に見ることができます。さらに別売りのモバイル放送チューナーを接続すれば、多彩な音楽映像チャンネルが楽しめる衛星デジタル放送サービスモバホを受信することができます。有料道路の自動料金支払いシステム ETC にも対応しています。別売りの ETC を接続すると、料金所の ETC 対応レーンを表示し、また料金所通過時には支払い料金などを音声と画面で案内します。別売りのビックスビーコンユニットを装着すれば、渋滞を回避したルート案内も可能です。また別売りのリモコン対応後席ディスプレイを接続すると、リアシートから付属のリモコンで本体の DVD ビデオやテレビを操作することができます。駐車が不安、そんな時はバックガイドモニター機能があなたの駐車をサポート。別売りのバックガイドモニターを接続すると、車両後方の映像を映し出し、ステアリング操作に連動したガイド線と音声でご案内します。手頃な価格帯ながらデザインにこだわり、主要な周辺機器との接続も可能なスタンダードハードディスクナビゲーション NHDT-W57。 はい、いかがでしたでしょうか。なんかいろんな機能が盛りだくさんなものなんですね。僕もデモ見るまで、こんなこともできるんだっての分からなかったんですけど、初めてこの動画を撮るにあたって、わ、結構すごいナビなんだなと思いました。はい、で、今度はナビ方面ですね。僕が、まあ、一応都内というか都下で好きだった、東京都清瀬市とかね、あのひばりが丘とかそこら辺が好きなので、うん、あのちょっとひばりが丘の駅を中心に、ナビどんな感じかね、表示の方を見てみたいと思います。
僕はね、先ほども申し上げた通りゴリラで、あのパナソニックのゴリラの方でも慣れちゃってるので、あのちょっとね、あの見慣れない感じかな。はい、ナビってやっぱりね、そのマップとか使ってるメーカーさんというか、なんて言えばいいんですか、はい、自分が落ち着く、もう慣れちゃうのが一番落ち着くんで、うん、で僕はちょっとんっていう感じがしちゃうのはやっぱ慣れの問題だと思います。はい、で、詳細と広域で、ポチッと1回押すと反応してくれるんですね。ナビによっては1回押して、で画面切り替わってさらに押すと、あの切り替わるものが、あの反応というか反映されるものがありますね。このナビの場合は1回押すとそれでもう反映されるみたいなので、結構親切だとは思います。はい、あとはそうですね、コンビニだとかそういったものの表記の仕方、分かりやすさ、あと信号、ここに信号がありますよとか、そういうのもね、今どん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 細かく、あとはリルートですか、道を間違って行っちゃった時とか、自分がここ行きたくないから、ちょっとナビ通りに行きたくないから通り過ぎようって時にすぐリルートしてくれるかどうかっていうのも問題ではあると思うんですけど、僕はね 2D、3D の場合は 2D の方が見やすいので、 3D だと、うん、あんまり使ったことないかな、個人的には。はい、まあナビ自体僕は使うのが稀なので、そんなに遠出もしませんし、はい、家で、ね、PC いじってんのが大体なので、あまりナビ機能は使わないので、そこまでは重要視してません。はい、このラッシュのナビっていうのは、まあ使ったことないんですね、正直ね。でも県境に来た時に何々県に入りましたっていうのは、あ、親切だなっていう感じは、なんかそういう印象を受けましたね。はい、まあ、適当にナビの方もこのナビ機能が全然分かってないので、サク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 ね、適当にいじり回してますけど、どうなんでしょう、これはもともと何なのかな、施設情報がイクリプスだったから、ちょっと間違ってたらごめんなさいね。はい、慣れてる方は、あ、見慣れた画像だな、場面だなっていうのがあると思うんですけどね。僕に関しては、うん、この色分けというか、それもあるんですよね。色分け、見やすい、見にくいとか、あと表示、詳細も、これに関してはね、50メートルまでが、周辺50メートルなんですけど、僕が使ってたナビは25メートルまで表記します。はい、そして、ナビによっては目的地周辺、50メートルぐらいの周辺に来ちゃうと、ま、ナビを終了してしまうナビもあるんですね。なので本当に細かい部分まで分かんないと、その目的に到着できないその地形もあるんで、これじゃ分かんないよってナビもやっぱ多々あるみたいですね。なのでちゃんとその目的地周辺に来てから終了してくれるナビがありがたいっていう、うん、レビューはいろんなナビのメーカーを見てるとやっぱり多いようですね。はい、あとは検索は、住所検索、郵便番号検索、電話番号検索、いろいろありますけど、まあ、うん、どうなんでしょう、ここら辺は似たり寄ったりなのかなとは思います。ということで、今回は、トヨタ純正ナビゲーション NHDTW57 をサクッと、はい、大まかではありますがご紹介してみました。ここまでご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルからのお知らせです。僕の動画はケルチャンネル、ケルケルームチャンネル、ケルケルームゲームズチャンネル、そして任天堂ゲームメインとなるケルケルームゲームズ EX でご視聴いただけます。各動画チャンネルは動画解説欄にてご案内しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter も解説欄からどうぞ。